そうですね、本当に続かないですよね。これが続いたらいけるんだけど。ここなんかルアー禁止ってなってますけど、なんかあったんですか？なんもない。いや、やっぱ物好きのってたんや。なるほど。いや、なんか。いや、物好きのってた。いや、なんかトラブルがあったんかなって思って。ねえな、桜庭連れてて38個やったよ。ここでですか。だから、ヒラメの4キロの時。へえ、すごい。あれが最高だった。ヒラって小骨が多いですからね。ヒラじゃなかった。あ、ヒラ？ハクラってある。ハク？ハクラ。ハクラ。スズキの細かく。ああ、すごい。猫とハクラスズキの間だった。30キロやった。いいですね。一気に見えずくかい。へえ、すごい。それってやっぱ刺身で食うんですか？わあ、いいですね。これを、網の狂った。エビの細かじの方、手揺らって。あんとこ。なるほど。最近はヒラもダメなんですか？ヒラもおらん。あらま。ヒラもおらん。細かじもおらん。ハダラもおらん。ここ2ヶ月ばっかミントだけどな。それで空気やったらタコ釣りって言われて。タコ？堤防から、サコってよ。石のあった。相手はこう。そこ2、3匹釣ってくるんだ。おお、すごい。すごいっすね。いや、来てない。一応場所を変えたり。何回いじっとる感じはするんですけどね。なんかいいやつだな。けど食わないですね。何も来ん魚でっていすうか、ね。思うのだいぶ食ったよ。もういい時は投げればもう
ねえ、いい感じなんですけどね、ここ。初めてやっぱ5回投げて、この時は強いんです。ああ。1ヶ月ないから1ヶ月やるの終わった。ああ3月ぐらいですか。うん、そんなに巻くんですか、3を。のりの薬って今も機械だけんな。ああ、はい、聞いてから、あずあず巻いてから。ああ、なるほど。触るんだけどな。なんね。
なぎ投げてみるか。ノリの影響って大きいかな。よいしょ。身が多いから乗るか乗るか乗るかするか。ダメだな。一応潮目投げてんだけどな。これはダメか。
さなぎは全然ダメですね。あら、なんか抜けた感じかな。諦めの悪い釣り人ですよ、本当に。薙もう一回やってみます。今日も消えちゃった。じゃあ目の前の ちょっとわかんかった。サナピーいいんじゃない？